こんにちは。今ね、僕の人生2回目の PCR 検査をやったところです。1回目はね、ちょっと、まあ、ただでできるっていうんでやってみたことあるんですけど、これ見えますかね？小笠原村って書いてあるでしょ。この中に僕のあの、検体とかが、まあ、要するに、よだれが入ってるんですけども、今回ですね、小笠原に行く船の紹介、まあ、プラス、小笠原、父島も皆さんにご紹介すると思うんですが、まあ、それに際してですね、まあ、小笠原も、交通手段が1000キロ南にあるんですが、飛行機はなく船しかないというすごい場所ですので、もうこういう状態ですから、この同意書とかですね、ちょっとこうよれちゃってるんですが、それからこういうチェック表とともに、PCR 検査を受けてから、その船に乗るということになっております。で、その船に乗るのに際して、まあ、これ受けないといけないわけなんですけども、お金はかかりません。ただで受けられるんですね。で、事前にこういうものをね、準備して、で、竹芝桟橋に、送ったりとか渡したりとかすると、まあ、それで割と安全な状態で行くことができるということです。まあ、PCR 検査がね、それで万全じゃないということも一応合わせて、参考の情報にお伝えしておくことは思うんですけども、こういう対策を小笠原ではやっております。では皆さんよろしくお願いいたします。はい、そして日付が変わりまして、今日は5月の18日です。PCR 検査もね、とりあえず陰性ということでした。まあそうでなければ困るんですけども、ちゃんと対策もしてましたからね。これから小笠原まで行ってまいります。で、ここに泊まっているのは毎度おなじみのサルピア丸なんですが、この船はですね、本来であれば伊豆諸島、まあ、一番遠くても八丈島ぐらいまでしか行かない船です。まあ、東海汽船の航路は八丈島が一番南ですからね。なんですけども、今日これから行きますのは小笠原、東京から1000キロも南に行った大変遠いところの島でございます。多分気候でいうと沖縄とかそのレベルになる、普通に熱帯の島なんですけども、とんでもなく南の底まで、今日は特別にこのサルビア丸の運航。なんでこうなっているかと言いますと、普段はですね、小笠原には東海汽船グループの小笠原丸というのがあるんですが、その小笠原丸が、ね、ただいま検査の関係で毒入りしておりまして、で、その期間はこのサルビア丸がですね、代打を務めるということになっており、今回が史上初のその代打運航ということになりました。はい、ありがとうございます。本土とはまるで違った生態系を持っている小笠原、固有種がすごくたくさんありますので、外から持ってくるウイルスとか菌の対策もしてるんですね。今回はついにうちのチャンネルでも初登場ですけども、一番いい部屋です。特等室。やっぱりちょっと長いんでね、今回はいい部屋にしようと思ったらでした。特等は多分全部で6部屋かなんかあるのかな。部屋の番号間違えました。今回はね、小笠原までの海は結構落ち着いているそうでして、よし、とても快適な旅になる予定でございます。これは特等室ね。履物は脱いでくださいと書いてあるんで脱ぎます。特等は必ず2人部屋、ベッドも2つ備わっています。冷蔵庫完備。お酒とか持ってきたい人はいいですよね。それからお茶も入れられます。全体的には前の特等よりもだいぶ良くなったと思います。まあ一個だけあるとすれば、前は確か外へ出るデッキがあったんですね。前のサルビアまでにはそういうのがあったんですけど、今回はついておりませんので、出港は11時、そしてなんと目的地の父島二見港に到着するのは明日の夕方4時ということになっています。所要時間が29時間かかるわけです。これしか小笠原に行く方法はありません。ただですね、いつも29時間かかるわけではありません。普段の小笠原丸であれば、これ見ていただくと分かるんですが、竹芝を11時に出て父島に着くのが翌日の朝11時ということで、普段であれば24時間で行くところ、今回は5時間多く時間をかけています。やっぱりこのサルビア丸の方がちょっと時間かかるみたいですね。普段そんな遠くまで行くような船ではないので、そこまでの高性能を持っていなくていいということで、割と近くの海へ行くための、性能にとどめられているので、それで遠方まで行きますから時間がかかるわけです。ご案内いたします。浮上していただきまして誠にありがとうございます。11時発父島行きサルビア丸でございます。船内はスリッパで移動しまして大変快適です。多分この船に乗ってる人、東海汽船ファンの人がすごい多いと思うんで、どうかな。甲板も結構人が出てると思うんですけど、あ、いっぱいいるわ。でもここなら誰もいないね。す
次に揺れない土地の上に立つのは今から29時間も経った後だというから大したもんです。真っ昼間にこの船が東京港を出ていくのは非常に珍しいことなので、写真を撮りに来る方もいるし、スーツを着ているのは東海汽船の社員の皆さんですね。サルビア丸が始まっての史上初めての小笠原行き、一度試運転をやってるらしいんですけれども、このように平日の朝にもかかわらず大勢のお見送りがありました。本日は東海汽船サルビア丸小笠原航海船センター隊として誠にありがとうございます。ただいまの時間小笠原丸が特に停止しているため、そのサルビア丸が内外線といたしまして運行させていただいております。何かご不便な点がございましたら、近くの乗り組みまでお気軽にお声掛けくださいませ。本船は先ほど同僚を先島監督を離れまして、これより今二木港に出まして出港をいたします。二木港三橋に到着時刻は両日の16時頃、午後4時頃の到着予定でございます。航海使用時間は29時間でございます。長い船旅となりますが、どうぞご予定とお過ごしくださいませ。レストランやってるんですね。よかったよかった。これやってくんないとまずいですからね。すごいな、14時という案内が2回出てくる。この船に乗ってる間にお昼ご飯を2回食べることになるんですね。普段なら夜遅くの出航ですから、真っ昼にここをくぐるのは割と新鮮な光景です。向かい側はお台場で江戸時代に作られた人工の要塞がここからでもはっきりと見えます。向かい側は大湯ふ頭、東京の海の玄関です。大量の貨物がここから東京に運び込まれています。海が茶色をしてますね。これは要するに赤潮。こうやって見ていただくと分かりますが、こういう赤いものがですね、大発生して、まあ、こういう風な色になると。だいたい5月6月くらいの東京ではこういったものが見られます。この船サルビア丸のデッキは3階建て構造になっています。デッキで言えばここが一番下5デッキ、この上が6デッキ、一番上の7デッキと3階構造です。個人的には一番上のデッキよりその一つ下の方が場所も広いですし、船らしい感じを味わえて好きです。このサルビア丸は従来の他の東海汽船の船と比べると、あまりギリギリのところまで行くことが難しいような構造になってるみたいですが、その代わりどうも安全の装置とかこういう救命ボートみたいなものはかなりしっかりと準備されているそうです。小笠原行きの航海をする前提で船が作られていて、小笠原というのは周りの陸からかなり遠いところを航行したりしますので、万が一の非常時の時もそれだけ入念な備えが必要ということになります。あんまりやることもないのでぼーっと外を見ておりますと、たまに何やら目につくものがあります。今はこっちですね。水しぶきが上がってる。もうこんな走り方をするのはこれだけです。東京湾で一番速い乗り物は東海汽船のジェットフォイル。これはセブンアイランド大量というやつで、もともとは福岡と韓国の釜山の間を走っておりました JR 九州のビートルでした。それを買ってきて、今では伊豆大島など伊豆諸島の東京から割と近くのところを2時間かからないぐらいの速さで走る。時速80キロを出す非常に速い乗り物。あれで小笠原まで行けばだいぶ早く着くと思いますが、燃料の補給とかでいろいろな問題があるでしょうね。ちょっと今回は遠かったですね。またすれ違うことがあるんじゃないでしょうか。もし今度すれ違ったら割と近くも行き過ぎるかもしれません。お部屋に戻ってしばらくすると、今度は横浜、あれがベイブリッジ、あれができましたので、大きな貨物船は横浜の
真ん中の港までは入れなくなりました。今はこういう風にですね、大黒ふ頭とか本木ふ頭とかそういう大型専用のベイブリッジの外側の港が活躍しています。あれがランドマークタワーです。横須賀が近くなってくるとだんだん日が差してきましたね。まだ霧は出てますけども、向こうにあるのが八景島シーパラダイスのイルカショーをやっている建物なんじゃないかな。東京湾内のこの辺りでは海が非常に狭くなっているということで、向こうにも、ね、千葉県が見えるでしょう。あっちは千葉県で、こちら側は神奈川県、どちらも非常に近接しているので、ここでは速度を落として慣性に従ってゆっくりと進まなければいけないということになっています。東京、横浜、千葉などの大きな港からやってきた船はみんなこの浦賀水道を通らなければ東京湾の外へ出ることはできません。港周辺よりもよほど船が多く、一番見応えのある区間です。あの船も追い越すのかな。こういう大変重要な東京湾の出入り口のところに、今ちょうどあの船の裏側に見える大きな島がありまして、あれは戦前大昔に建設をされた人工島、まあ、お台場と同じ発想で作られたものですけれども、海堡と呼ばれるものです。あれは第二海堡、一度特別に上陸させてもらってね、皆さんに紹介したことがありましたが、現在は本土を防衛するための施設としては軍事要塞としては使われていませんが、しかし船に乗る際の訓練として、万が一何か火事などが船の中であった時にどうするか、その対処の仕方を学ぶ研修所として活用されているそうです。第一海堡、第二海堡、第三海堡と3つありましたが、そのうち第三海堡は浦賀水道を通る船の大変な邪魔になるということで、割と最近に解体をされて、現在では船は割と通りやすくなりました。また向こうには有名な無人島、人気のある猿島があります。そのすぐ向こうに海軍の町として栄えた横須賀の街並みが、昼間であればこんなにもよく見えるんですね。あれはその横須賀から猿島に観光に行くための船じゃないかな。僕が前に案件というか撮影協力でお世話になった、多分トライアングルさんの船だと思います。レストランに行ってみましょう。何にするか決めてから入りましょうね。よく島のりラーメンとかうどんそばを食べてたんですけど、サルビア丸中華セットっていうの、船の名前がついてるけど今まで一回も食べたことなかった。ちょっと注文してみよう。届きました。これがサルビア丸中華セット、これですね。特にこのシューマイがうまいわ。さっきシューマイ単体で持ち帰ってる人もいたんですけど、なるほど、そりゃそうだなと思います。これもう揚げたてパリパリ、チャーハンも思いのほか量があります。随分大型のクルーズ船が来てるじゃないですか。これはよくお台場に泊まってる日本丸でしょう。日本丸、うちのチャンネルでもよく出がちなんですよ。今回もまたすれ違って登場しました。食事もし終わって立山沖まで来ました。もうそろそろ東京湾の外側と言ってもいいような頃合いじゃないですかね。向こうにその代わり伊豆大島が見えてきました。わかるかな、この映像で。あ、ちなみにこのサルビア丸の船内では支払いは現金オンリーです。クレジットカードとかスイカとか使えるところは多分どこもないんじゃないですかね。だから現金をもし持ってこないとなると、もう29時間もの間飲み食いはほとんどできないということになります。天気のことなら心配ありませんよ。まだまだ全然進んでませんからね。
間につきましては午後8時まで。なお7時30分をもちまして食券の販売は終了。オーダーストップとなりますので時間内でのご利用をお願いいたします。お買い求め結構揺れてきましたね。ちょっとゴロゴロすることにしてます。結局それからずっと寝てしまいまして、本当はこれから寝るような時間なんですけど、寝すぎだよな、これまずいよ、うん、なんか今日の昼間だけで全部足し合わせたら7時間ぐらい寝ちゃってるんじゃないかな。昼間の日頃の寝頃を一望大事にできたと思いますが、ただいまの時刻をもちまして、仙台は消灯、明朝まで夜間照明とさせていただきます。出発から17時間経ちましたかね。だいたいこの東進円だとすると東京から足摺岬の先ぐらいまで普段の距離感だったらね、行ってるということなんですけども、まだまだありますね。今はまだ4時25分、4時半にならなければ外には一応出ちゃいけないということになっているので、私は出るのはやめておこうと思いますが、私の客室側の景色はだいたいこんな感じの明るさで、まあなんか明るくなってきましたねぐらいのね、そんな感じなんですけども、実はねあっちは西側でして、東側がこっち、反対側はこうなってるんですよ。船旅をするときに朝綺麗な景色を見たいんだったらば、東がどっちかっていうのをちゃんと確認してね、それで日の出の方向を見ておかないと、あれもうこんなに明るくなってるよということになったりします。よし、じゃあ4時30分になりました。もういいでしょう。結構あったかいですね。やっぱ緯度がだいぶ南下して、今もう鹿児島県と同じぐらい緯度30度ほどまで来てますから、あったかいのも納得です。でもやっぱり風を浴びると涼しいわ。今ね4時38分ぐらいなんですが、なるほど、今ちょうど日が出始めましたよ。どんどん結構日の出って早いんですよね。このまま見ながら小笠原島の歴史でもお話しましょうか。その間にどんどん日が昇ってくるのを見てください。といってもうろ覚えなんですけども、確かに江戸幕府時代の終わりぐらい1860何年とかにはもう幕府がここは日本のものですよというふうに通達をするようになっていまして、それよりも前から実はアメリカの先住民の方がもう移住をしていたんですけども、一応国際的なルールとしてはある国がこの場所は私が一番最初に統治を開始しましたというふうに宣言すると、その土地はその国のものになるということで、小笠原は一貫して日本の領土ということになっています。もう明治時代の初めぐらいからは人が普通に移住してたみたいですけど、すごいですよね今のこういう船でこんだけ時間をかけて移動していて、それやっとたどり着くようなところに、そんな大昔から移り住もうとする人がたくさんいたなんてね。太平洋戦争が終わった後ですが、小笠原は一時アメリカの軍政下に置かれるということになりまして、1968年までかな、戦争が終わってから23年間アメリカ軍の施政下にありました。で当時もともと小笠原に移住をしていたアメリカの人たちがいましたので、そういう人たちにとってはアメリカの施政下の方がいいから日本に返還するということは反対している人も多かったようなんですが、結局沖縄より先駆けて日本に返還をされまして、そして今日までやはり日本の領土として受け継がれてきております。東京都小笠原村ということになっています。その中で一番大きいのが本日の夕方に到着をする父島です。他に兄島とか弟島、姉島、妹島っていうのもあるのかな、それから母島というのがありまして、母島の方には小笠原に船が到着した後接続する連絡船の母島丸というのが出ています。こういう感じでね、結構太陽の動きって早いですよ。もう完全に
海の上に顔を出したようです。東側はあんな素晴らしい景色ですけど、西側はこんななんちゅうことはない普通の景色なんで、全然違うんですよ。南北の移動を船でするときはよく左右の様子に気を配っておくといいでしょう。それでまだ朝ごはんは営業は朝の7時からですので、まだ5時になってませんので、昨日の昼から何も食べてないからそこまでお腹減ってないですけど、ちょこういうの買ってきました。これ食べてね、いようかなと思います。パンも食べ終わってゆっくりしたんで、もう一回ちょっとどうなってるか見に行こうかな。あ、なんか眩しくなってるな。もうすっかり真昼の光景ですね。そしてこんなによく晴れてるわ。一番上のデッキも開放されてるわ。もう昨日とは全然違う雲一つない青空になっています。8時25分、ラストオーダーのギリギリのところで朝ごはんを食べに来ました。選択肢がそこまでが多くないから、ちょっと気をつけて注文しないといけない。何がいいかな、この海苔茶漬け400円、なんか随分費用対効果良さそうですね。そういや前にも食べたことあったな、結構美味しいですよこれね。全然食べ合わせ良くないと思いますけど、マンゴージュース500円です。こっちの方が値段するんですね。先ほどね、船内放送で言っていたんですが、今日は16時の予定が3時、1時間早まって15時に着くそうです。こういうのは船だと結構珍しいですね。ちょっと海風を浴びすぎまして髪がベタベタになってきたので、まあ単純に風呂入ってないからかもしれませんが、まあ今からようやくお風呂に入ろうと思うんですよ。バスタオルも浴衣もあります。そういやまだ映してなかったですよね。お風呂とトイレです。これがトイレとシャワーコーナーっていうので、早速入ろうと思ったら石鹸がないな。これがシャンプーかな、ボディーソープ。コンディショナー、シャンプー、これがその一等特一等に乗った人がもらえるアメニティの袋なんですけど、これ前も言ったかもしれませんが、今でこれね、前のもう引退したサルビア丸の絵のやつそのまま使ってる。多分まだ当分これで行くんじゃないですかね。もう存在しない船なんですけど。なんだろう、この心に残る船の旅っていうのも、前はね、キャッチコピーでいろいろ使ってるの見たんですけど、今どうかな、使ってたかな、あんまり見ないですね。という、ちょっと歴史を感じる入れ物に入っております。入れ物は歴史を感じるかもしれませんが、シャワーはここまでシューッと動きがとてもいい。こういうのなんか大体詰まるじゃないですか。そういうのなくてね、スルスルスルって動くし、壁は多分ね鉄製なんですよ。でここにこれ磁石がついてるからね、これペッタペッタペッタ貼り付ければ。ちなみにサルビア丸の中で、湯船に浸かる場所というのはありません。まあね、揺れる船の中で湯船に乗ると本当なんかちょっと気分おかしかったりすることあるんで、まあ僕はあっても使わないし、こんぐらいでいいかなと思うんですけど、船乗りさん用のコーナーだったらあるんですかね。船員さん専用食堂みたいなのが地下にある、地下っていうかその下の階にあるらしいんですけど、多分湯船はないだろうな。お湯は限りがありますんでね、あんまり使いすぎないようにしましょう。今度は何にしようかな。なんかみんなが食べてね、美味しそうなエビフライカレー1300円、これにしよう。届いた、これはジャンボエビフライカレー、結構でかいですね。こんなに大きいんだ。食材どれぐらい積み込んでるんでしょうね。ちょっと後で聞いてこようと思うんですけど、普通はね、まあ、遠くても八丈島1往復じゃないですか。でそれよりも圧倒的に乗船時間が長くて、でたまに売り切れたりとかしてるんですよ食べ物。今回も売り切れてたら帰り食べ物なんもなくて29時間かかると、そういう状況になりかねないからね、そこはちょっとよく確認しておかないといけないな。忘れうちに今聞いてきたんですけど、全然ね帰りも売り切れの心配はないみたいです。すごいな、衣も非常に薄くて本当にいいエビフライだな。これ1300円だったら安いんじゃないですか。船内価格って感じじゃないですよね。基本船の中って物価高いんですけど、結構あのカレー美味しかったですね。辛さもちょうど良かったですし、
景色は相も変わらず似たようなものが続いています。あと2時間50分ほどで到着です。おお、十何時間ぶりかに陸地を見ましたよ。あれがね、多分余命島なんじゃないかな。小笠原の地名って聞いたことある方もいると思うんですけど、父島、母島に始まり、姉島とか妹島とか、あの兄島とか弟島、嫁島、なんかいろいろあるんですよね。周東目島とか、なんか鳩子島とか、そういうのもあんのかな。あっちとそれからこっちにもあります。多分両方とも無人島なんじゃないですか。人が住んでるみたいな話は聞いたことはありませんし、とても住んでいるようには見えないな。へえ、こんな岩がギザギザと海の上に。人通りさえ多ければ名所になるような景色ですね。鳥が割と近くにいますけど、あれ海カラスでしょうね、多分。初めて見たな。その珍しいのかどうかわかんないですけど、見たのはとにかく初めてです。なんかトビウオを狙ってましたよ。今捕まえたのかな。成功したようには見えなかったけど、一応ね、巻き戻してもらえると、トビウオもこの海カラスみたいなやつも両方とも映ってると思いますよ。多分トビウオを狙ってんでしょうね。そうなんだろうと思うんですけど、さっき見えた島はこれなんていうの、なんとか島と、こっちが嫁島。あ、そうですか。地図によるとあれが嫁島みたいですけど、トンネルみたいになってますね。たまにああいう名所ありますよ。なんだかんだそんなに遠くはない。29時間改め28時間の旅でした。あれクジラですよね。すいません。今ね、親切な視聴者の方からね、非常によくいろいろと教えていただきまして、まずね、マッコウクジラがいたんですよ。これは僕が発見したんですけど、あれこれクジラじゃないですか、それでね、写真撮ったらプシューって上げてる。あ、これはマッコウクジラですよ。詳しい方が教えてくださってですね、水深1000メートルぐらいこの辺りは航行してるんですけども、その水深1000メートルぐらいのところで斜めに噴気を上げるのがマッコウクジラですよ。あ、何でもご存知の方がいる小笠原の方にですね、教えていただきました。それからさっき飛んでいたあの鳥なんですけども、海カラスかなとか適当なこと言ってたあの鳥ですが、あれはね、カツオドリという鳥だそうですね。南の方の、まあ、割と暖かいところにいるといるそうでして、伊豆諸島ぐらい、もしくは本土ぐらいでいるのかどうかはちょっと微妙らしいんですが、まあ、ともかく、割とこの辺りまで行くとたくさんいる鳥だそうです。小笠原のですね、父島の近くに群れで集まっている営巣地があるそうです。あれは、海のギリギリのところを飛んでいるのは、そこで海面からですね、中にいるトビウオとか魚とかを探しているらしいです。で、じゃあなんで船が来ているときに船に並行しているのかというと、船からなんか餌とかもらえるのに期待して飛んでんだろうと思って、そうではなくてですね、その船のところを、すぐ近くを通っているとトビウオがびっくりして、水の中から地上に出てくるらしいんですね。で、そのトビウオが あそこいるじゃないかというのがもう全部わかっているので、じゃあまあ船の近くにいればトビウオ見つかるかもしれないし飛んどこうということで船に近寄って飛ぶのだそうです。本船はおあと1時間ほどで父島二見港に到着いたします。東急および後半前の整列下船を行っております。ああ、じゃあ特等の人は真っ先に降りないといけないみたいなルールがあるのかな。ご病気などご事情のある方に続き、ご後半のお客様から順に下船のご案内をさせていただきます。ああ、そうみたいですね。下船の順番は5後半、4後半、3後半のお客様の順となります。船内にお忘れ物などございませんよう。だいぶ日が傾いてきて、そして島影もだいぶ近づきました。あれがまず弟島。
断崖絶壁ばっかりだ。ちなみに小笠原諸島はアジアではなくオセアニアになるそうです。アジアじゃないんですよ。日本でアジアじゃない場所というのはね、唯一ここだけらしいです。グアムがね、だいたいここらしいんですけど、東京とグアムだったらまだ東京の方が近いのかなみたいな、そういうぐらいのところまで来ました。ご案内します。本線はあと30分ほどいたしますと、7時が南と。もうそろそろ着くようですけど、あそこにほらなんか色がすごい綺麗になってるところがあるじゃないですか。多分あそこは水深が浅くてすぐ下のところにもう多分サンゴとかそういうのがいるんじゃないのかな。皆さんおかげさまで、乗船されたまでございます。乗船券は東海汽船の普段のやつとちょっと違うんですよ。レシートタイプなんですが、でもやっぱり降りるときまでちゃんと持っていないといけません。降りるときになくすと面倒なことになります。乗船券は必ず回収になりますので。着きました。たった一泊しかできませんけどね。明日のもうこの時間には帰りの船にもうしっかりと乗っているような状態なんで、随分寂しい感じもしますが、ともかくここが小笠原二見港です。小笠原父島ですね。まあ、今回ねそんな徹底して小笠原を紹介するようなことはあまり考えておりません。船に乗ってとりあえず行ってみるということを第一にして、またもうちょっと僕がね勉強して詳しくなったら父島母島とかしっかり時間をかけて小笠原までで皆さんに改めてご覧に入れたいと思っています。超いいホテルなんですけど、これはですね、ウェルカムドリンクもいただいたんですが、グアバジュース。これグアバは小笠原で栽培してるんですか？なんかねあるらしいです。これはなんか市販のものだと知ってました。全然それはいいんですけど。部屋もすごいですよ。こういう高い天井、エアコンが涼やかに効いています。あーこれいい部屋だなと思うじゃないですか。これだけじゃないですからね。これね、これもさらにですね上へ続く階段がございまして、これがこの部屋の全貌というわけでございます。僕よく知らないでね、もううちのスタッフの人に調べてもらってそれで泊まったんですけど、すごくいいところに来たな。ちょっとただ僕今お買いをしてるおーっととかなったら大変ですからね。これだけは注意しないといけない。こっちはちょっとエアコンが今ついてないからこっちは暑いですけど、まあ寝るときは下で十分でしょう。二見港について1時間、もう2泊は終わったようです。今給油中なんでしょうね。多分さすがに給油しないとこのままでは帰れないでしょう。後ろから母島丸が出ていきます。母島ってのはどのぐらい近いのかな。もう全然何も調べないですね。そんな近くはないはずですよ。こっからね30キロぐらい直線距離で離れてるみたい。あれも貨客船でしょう。サルビア丸から乗り換えてきた貨物もあったでしょうね。距離関係はねこういう感じみたいです。バスの時刻表がありました。まあ1時間に1本2本あるいは0みたいな感じで、まあまあ本数はあると思います。島の全域まで行けるわけじゃないですけど、人が住んでいるようなところには大体アクセスできるようです。まあ今までねこの手の YouTuber の中では割と充実した伊豆諸島の紹介をしてきたんじゃないかなと思うんですけど、それ何回も行ったことがあったからでして、小笠原なんて来たことはないので、なるべくねこういうのを見て一つ一つつぶさに調べてですね、また地元の方からの話をよく聞かなければいけません。例えばね最初目についたのはこのトンネルなんですけど、これそんなに古いトンネルのようには見えないけど、まず歩行者専用なんですよ。これ壁面がちょっとこうデコボコしてるじゃないですか。いや普通のトンネルとちょっと作りが違うからね。なんだろうなと思ってたらね書いてありましたよ。この昔話ですね、2月13日から始まりました。これはこのトンネルを新しくする工事のことですね。もともとはやっぱり素掘りだったんだ。その素掘りのトンネルのところにコンクリートを吹き付けてやっぱり崩れにくくするみたいなことをやってたんですね。で、多分戦争中のものなんじゃないかなと思うんですけど、あ、戦前ですね。昭和11年から12年頃に開通しています。当時は、あ、なるほど。
今海岸のところにしっかりとした道があるんですけど、多分昔はねもう断崖とか、まあ、磯ばっかりで海岸のところを自動車が通るみたいな余地はなかったみたいですね。だから自動車を通すためにこのトンネルを作ったと。で戦略的要素、戦争の時に、まあ、それで車がここを通って物資輸送するということも見越してどうも作られたようだということが書いてあります。敵の爆撃があってそれの爆風とか、まあ、それによってあの破壊されたものがトンネルの中に吹き飛んでくるというのを防ぐためにこういうのを2つ設置していたようで、この壁は当時のままなんでしょうね。これ残ってます。そして説明書きに従ってですね真ん中の方に来たんですけど、なるほど確かに横穴があるわ、随分立派な。あ、しかも外まで続いてるんですね。だいたい今皆さんにお話ししたようなことがこの解説書きに書いてあります。よければ一時停止して読んでみてください。やっぱこの切り通しとかが妙に立派だなと思ってたんですけど、戦前はここしか道がなかったから結構忙しく使われてたんでしょうね。さっきからもう島民の方に時間の許す限り質問しまくってるんですけど、旧島民という言葉があるそうで、旧島民と新島民だと思うんですが、あの戦争中に一度全員住民が強制疎開で、ここからいなくなるわけなんですが、その後戻ってきて現在でも住まわれているその一族のことを旧島民と呼ぶそうです。で小笠原が日本の統治下に戻った1968年ですかね、それ以降に移り住んだ人を新島民と呼ぶそうですね。でそれ以外にやはりその戦前からずっと住まわれている海外の方も、まあアメリカの方もいるわけなんですけど、そういう方もね今でもたくさん住まわれているそうですよ。もう普通におられるそうです。でそれは1968年に日本の統治下になった時に日本人として帰化することが求められたということで、漢字のご名字を持たれているそうですね。ちょうどこの泊まっているところの目の前に盛況というお店があるんですけど、ここにですね今続々とトラックなどがやってきて段ボール箱を運び込んでいったようですけど、じゃあ早速行ってみようと思います。さすがにちょっと中の撮影はやめておきますけどね。でとりあえずまずはですね、熱中症とかになれない気候でなったら良くないと思って水を買ってきたんですが、いやすごかったです。まず水なんか買ってんのはねもう多分あの中じゃ僕ぐらいだろうなみたいな感じでした。みんなねもう買ってくる単位が多分安くても2000円ぐらいは買ってたんじゃないかと思います。で店内はもう段ボールが続々運び込まれ、ものすごい勢いで開封されて今まさに陳列が進んでいるという状態でした。要するに船で届いたものが今まさにあそこでやっぱり開封されて並び始めていたところだったので、それねお客さんがもうそのタイミングを熟知しているから、それに合わせてみんな大勢でやってきて、サルビア丸で届いた最初の食べ物たちを、ガンガン買っていってました。もうなんか牛乳をもう6本とかね、なんか野菜をなんかどっさりももやしをもう8袋とかそういう感じでものすごい単位で買っていかれる方も多かったですよ。で生鮮食品コーナーが、肉がねもうすっからかんで、ただ、加工食品の消費期限長いそのソーセージとかハムとかはまあ普通に並んでるみたいな状態でしたね。その大切な航路を維持されている受け持っている東海汽船の皆さんがですね、ちょうどさっき向こうに歩いていかれたところで、あ出かけないのみたいな声をかけてもらってですね、で僕が聞き違えてですね、あ眠くないのって聞こえたのかなと思って、まあ、僕も船で死ぬほど寝てたからね、あもうおかげさまでよく眠れましたよとおかしなこと言っちゃったんですけど、まあ出かけます、出かけます。今からね夕飯食べに行きますよ。まず夕飯はねここです。滋賀県名物の飛び出し坊やがいるわ。ここは居酒屋さん、まだですねそんなに夜になってませんのでお客さんも少なめの時間です。これ持ってきてもらったパッションフルーツですね。実はね東京都はパッションフルーツが国内3番目の出荷を誇るということなんですが、まあ、それはこの小笠原があるからなんですね。父島と特に母島での栽培が盛んだそうです。1つ300円。ちなみに僕もちっちゃい時にベランダで栽培したことがあります。このねバリバリする食べ物なんですよ。続いてこちらはねこれは何だと思います？これはねこれはウミガメの刺身です。ウミガメって食えるんですね。結構美味しいらしいですよ。この生姜があるんでこれを生姜醤油で食べてくださいということでした。生まれて初めて多分爬虫類を食べたと思うんですけど普通に食えますわ、美味しいです。続いてですね島寿司ありますかって聞いた、島寿司はなかったんですけども今日は売り切れだったんですが、売り切れっていうかまだ入ってなかったんでしょうね多分ね。島寿司の天ぷらっていうのはあるというんですよ。
島寿司っていうのは黄色い感じのちょっと辛っぽい特製のタレにつけたですね、まあお寿司がある、結構美味しいんですよ。でそれをなんか天ぷらにしてるって、それはね多分ここだけか、まあもしくは小笠原であんのか、いや多分ないと思うんですけど、美味しいですよって言われました。普通に寿司の天ぷらっていう感じで、いや結構美味しいですよ、確かに言われてた通り。ちょっとねどんどん紹介します。今度はここにお刺身ずらり並んでるんですが、この一番右のこれがね変わった名前で、でカッポレという名前がついているそうです。でカッポレとは何ぞやと思ってちょっとネットで調べてみたんですけど、これはねウィキペディアに書いてあるのを見る限りどうも熱帯魚のようです。これはでなんか熱帯域では重要な食用なんとかになってる、ほぼ護食用魚の一つになってるということなんですね。要するにその本州とかではあまり見ないけれども、この地方ではよく見ると。白身魚の味でね、それで結構なんていうの、歯ごたえがあるな。普通にお寿司としてお刺身として食べても全く違和感はないですね。この島寿司っていうのは、まあ、漬け込みのお寿司みたいな感じなんですよね。そもそもはねなんか小笠原発祥らしいんですけど、あの母島のもので、でそこで作ったのが結構美味しく方法がいいので、伊豆諸島全域に広まったということなんですが、まあ、今ちょっと醤油つけましたが、もともとつまり味はついているものなんで別に浸す必要は多分ないと思います。でまたこのウミガメなんですが、ウミガメを食べているのはやっぱりこういう絶海の孤島みたいな場所ですからね、昔からタンパク源がなかなか手に入りづらいということで貴重な肉ということで食べられていたそうです。ウミガメを食べるところっていうのはごくわずかだそうで、そもそも量が許されているところも珍しいのだそうです。これはなんか青ウミガメらしいんですけどね。このお刺身ね、凍った状態で出てきたんですよ。なんでもその漁獲できる時期も定められているらしくて、まあ、今ちょうど産卵のシーズンなんでね、とてもその取るような時期ではないみたい。で、これはなんか1年分まとめて取って、なんかウミガメ1匹がなんか100キロぐらいになるらしいんですけども、その肉をですね、解凍しながら1年間皆さんに提供していくということになるそうです。結構美味しいですよ。なんでも青ウミガメの主食は海藻だとかで、そういう食べてるものも関係するのかもしれませんね。この付け合わせとかについてるこのもやしとかね、人参とか、多分まあ物によってはここら辺のものもあるんでしょうけど、結構な数がサルビア丸とか小笠原丸でここへ運び込まれているはずですよ。貴重な生活手段ですよね。なんか残しがたいですよね、まあ、残さないですけど。小笠原ではウミガメの数はなんか増えてるらしいですね。で年間135頭以上は取らないようにと決まりがあるんだそうです。変わった夕飯もいただいて、非常にそれが美味しかったっていうのがまた良かったですが、でもねそれだけじゃ小笠原に来た甲斐がないでしょう。今夕方の6時を回ったところですが、これからねナイトツアーにお連れいただきます。結構島の外周も道路の状況はいいですね。充実した道路がですね周りのところまで巡らされていて、向こうに到着した二見港と乗ってきたサルビア丸が見えます。ちょうど素晴らしいタイミングですよね。別にこの夕日を見に来たわけじゃなくて、これはたまたまなんですけど、今日は朝から晩まで素晴らしい日の光に恵まれています。こう喋っている間にまた沈んでいくでしょう。今日の朝日の出入りするタイミングを皆さんにご覧に入れた通りです。今ねまさに案内していただいている最中なんですけど、ここの線のあるここが二見港じゃないですか。今ねこういう真ん中ら辺のところまで来たんですよ。ここはなんかいろいろ農業なんとかとか書いてありましたが、いろいろ果物があるところだそうでして、この夕方の時間になるとねコウモリが出てくるそうです。それもまあ普通のコウモリだったらね、僕も JR の赤羽の駅前とか飛んでるのも見たことあるんですが、ここにしかいない固有種の小笠原大コウモリというやつだそうです。ちょうど今ここに来てくれたんですけど、結構大きいですよ。ああいう風にねブーンと当たり前のように先から飛んできてくれるんですが、昔は見るだけでもなかなか難しいものでしたが、絶滅危惧種に指定されて数も最近では増えてきているそうです。こういうふうに結構普通に飛んでいってくれるんですけども、大きさが分かるかな、普通のコウモリよりね相当大きいですよ。バッサバッサと飛んで、でさっき教わったんですが、今ねここにある植物とか写してて随分映像がザラザラになってるじゃないですか。これは私が今実際に見てる映像よりもカメラの感度を上げてますんでね、それで写ってるんですけど、コウモリもね
よく超音波で飛んでるっていうイメージがあるんですが、あの目が見えなくて超音波を発信して、それでどこに何があるかっていうのを確認しながら飛んでるイメージなんですけど、なんかここのコウモリはね、全部目視でやってるらしいんですよ。超高感度の目を使って次々と今みんな餌を取りにすごい勢いで出てますね。数が多いよ本当に。もちろん飛んでいくコウモリだけではなく、木に止まっているコウモリもいるそうで、なんかねやっぱイメージ通り逆向きにくっついてるらしいんですけども、それを今ライトで照らして探していただいているところです。普通のライトとか照明とかはダメらしいんですが、これは、まあ、簡単にイメージすると光量を落としたバージョンのライトで、これだったらば影響はかなり少ないそうです。どういうところに集まってくるのかというと、これがヤシの花らしいんですが、今もう虫が来てるじゃないですか。でコウモリもね、花の蜜、花に誘われてやってくるそうです。だから今後もしかしたらこれ食べに来るかもしれません。ガサガサ音がすることがあってですね、上の方で音がしたらコウモリかもしれない、下の方でしたらカエルかもしれない、これはオオヒキガエルだそうです。昔はね、僕が調べた限りはウシガエルもいたらしいんですけれども、外来種でいろいろ問題があったようですが、ウシガエルは今撲滅されたそうです。あ、いたいましたよ。今木にですねコウモリがくっついて、あそこにさっきまさにこれ食べるんじゃないかみたいな話をしてたお花のところに来て餌を取ろうとしてるじゃないですか。目が見えないわけじゃなくて、むしろ超いい目を持って、それあここにうまいもんがあるわと普通に実感しながらやってるっていうのも面白いですね。あ、こんな翼を使って、翼というか手を使って、私たちと同じ哺乳類ですからね。へえ、まあなんか感覚も分かりやすいわ。基本的には同じ形をしてるわけですから。小笠原にいる哺乳類というのはこのコウモリとあとは人間だけだそうです。ライトの明かりはあまり気にせず、のんびりと食事をしてくれております。実はね、そろそろコウモリ止まってんのは今日は見られないから、その場所行きましょうかなんていうことなのに、そんなね雰囲気にちょっと今なりかけてたところで一匹来てくれましたよ。ちなみに食事をするときは汁だけ吸い取って、お花でもそれから果物でも汁だけ吸い取って、物を直接食べるということはしないそうです。カスを体の中に取り入れると重くなって飛びにくくなるからだそうですね。こういうふうに果物とかの汁をどんどん吸ってダメにしてしまうんで、農業の敵でもあったそうですが、コウモリよけのネットを無料で島中に配るとかして、手厚いコウモリ対策、それをやって果物を守りつつコウモリも殺さずに済むということがなされているそうです。あれを食べてる最中なんですね。こういうのがね、普通に港からちょっと行ったところでね、見られるっていうのはすごいと思います。今飛んで、あっちの方にいなくなりました。あ、上飛んでるわ。小笠原は東京からやってくる分には時間がかかりますけれど、来ちゃうとあとは様々なものが立地よくあるという魅力的な場所なんですよね。貴重なね、動物だけじゃない、植物もおります。これ無人ツツジというそうですが、無人というのはね、ない人、無人島の無人と書くそうで、無人島に咲くツツジ、この無人島だった小笠原に咲くツツジ固有種ということで、こういう名前がね、ついているそうです。こことか見ていただきますと、葉っぱがちょっと普通のやつより小さいのかなと思って、やっぱりね、実際そうだそうです。で、色は白だけ。そこら辺の道端で植わっているツツジとは違って、こういうやり方で、色もこうなんですね。でね、これ非常にもう貴重なもので、何でももうここに植わっているのは一株しかないそうですよ。野生株はたった一株の絶滅の危機具合も 1A ということになってますが、これは相当上の部類のものです。すっかり暗くなってきたところなんですが、まあ実際はもうちょっと今この映像より明るいんですけども、コウモリに続きまして今度は光るキノコを見せていただくようです。僕キノコ大好きなんでありがたいですね。このちょうどねトイレここにあるんですけど、トイレの裏のところに光ってるかもしれないそうです。ただキノコは今のところには
今はいませんでしたので、もっとねキノコがたくさんいるところがあるそうです。そこへ行って見られるかな。なんと3日間しか光らないそうですね。連れてきていただいたのはこういう場所なんですが、真っ暗でですね、ライトがないと何もわからないというところです。この山の中ですね。さっきはこの海のあたりにいたわけです。今ですね、実際その光るキノコは見つかったんですよ。見つかったんですけど、すごい遥か下にいまして、もうただの緑色の点にしか見えないので、もし持ってこられるものであればここまで持ち上げていただけるということです。もう採取がね、勝手に取っちゃいけないものらしいんですけど、普通みんな取ったりしてるんで、どんどん数が減ってるということでね、それ良くないんですが、ただもし何かにくっついていて、そのくっついているものごとこちらに持ち上げられそうであれば、それは持ってこられますからね、全く問題がないので、そういうものであるかどうかを確かめていただいた上で、許可をもらっているガイドさんに入って取ってきていただくということです。私は許可もらってませんからね、ここが入って取ったりとかしちゃいけないわけです。あ、なんか取れたみたいですね。先っぽに結構ね明るいんですよ。このカメラには映らないんですけど、今のところ竹の枯れたやつを持って上がってきていただいているところなんですが、 ありがとうございます。結構先端にくっついてるの見えますよ、こっからなら。で ね、これが実物なんですよ。まあ光ってないじゃないかって、それは僕がガンガン光を浴びせてるからなんですけど、徐々にこう氷を落とす、ほら光ってるでしょ。結構よく光ってるじゃないですか。で、実はキノコがこう2つ生えておりまして、こっちもね今ちょっともうこう弱ってきてるところなんですけど、これも光ってるらしいんですよ。でこうやって光を落とすと分かるかというと、まあ残念ながらこれでは分からないんですが、まだこの時期でねこんなに光ってるのを見られるの結構運がいいことらしいですよ。またそこから海の方に来ていただいて、須崎という地区に来たんですけども、随分なんか広い土地があるなと。これはもともと何だったんですかとお聞きしたらですね、大戦時の日本軍の飛行場だったらしいですね。前方にね今猫がおります。これ猫はね七島の中にたくさんいるらしいんですけど、罠をかけて取ったりしているそうでして、これは普通の猫です。だから人間の飼い猫として、こういうふうに、まあ、持ち込まれてですね、その後は野生化してしまって鳥に悪さをしたりするということで今捕獲されています。で捕まえてそれぶっ殺すのかというと、そういうわけではなくてですね、これがとても素晴らしいことだなと思うんですけど、里親を見つけて、そしてまた誰かの飼い猫として、まあ言うなればリサイクルされたりしているそうです。でなるほど、今教えていただいた通りなんですけど、下がアスファルトになってこういうふうにいろいろ打ってあります。まあ、何でも日本軍の飛行場として使った後に、今度ね自動車教習場として使われたこともあったそうでして、このアスファルトとかがそのいつのものなのかっていうのは僕が見てもちょっとわからないんですけど、へえ。そしてライトを消せばもっとすごそうだな、上に星空が見えております。これ暗いですからね、さすがにねビデオカメラでは月ぐらいしか映りません。まあ、月が明るいから映っていいのかもしれないですけど、この月がない時の方が、新月とかの時の方がですね、もっと星空はよく見えるということです。で、まあ、私のカメラでは限度がありましたので、今回はですね、ガイドの方に撮っていただきました、一眼レフのいいカメラで撮っていただいて、その写真を皆さんにご覧に入れております。こういう感じですね。記念撮影までしていただけるということで、今回のこのガイドのポラリスさんはですね、星座の、北極星のポラリスから撮ったお名前だということで、結構ね、詳しく星座のことも教えていただきました。まあ、私が個人的にはやっぱり一番気に入ってるのはね、皆さんもご存知、北斗七星なんですけども、結構高級な携帯電話を使って撮ってるもんですから、ちゃんとね星が7個ある被写の形も撮れたかと思います。でも本当にねいろいろね撮っていただいて、非常に面白かった。まあなんかこういうふざけたね、僕が2人写ってる写真も撮ってもらえますかで撮っていただいたりしたんですけども、こういう小笠原とか来るような自然の豊かなところっていうのはもう自分で調べるのでは限界があるし、それよりもね足もそれから情報も全部いただいて、それで楽しみ尽くした方が賢くなって帰れるのかなという気もしますので、個人的にはねこういうやっぱガイドのやつはもうついていただいてそれでやった方がいいんじゃないかなと思いますね。時間がちょっと余りましたので今ですね港の方に連れてきてもらったんですけど、すごいですよこれ。枝サンゴ、緑石とか呼ばれているの、こういうですね、サンゴがゴロゴロ転がってますが、これはね、単純に言ってすごいことです。まず、本土ではこういう風な光景は見ないでしょう。
ここにも生育してますよみたいなので皆さんに見ていただいたことはあるんですけど、このレベルでちょっと覗き込めばいるみたいなのは少ないし、それからね、あそこ非常に貴重な絶滅危惧種のシロワニというやつだそうですが、大きなサメですね。さっきね、もっと奥の方にいたんですけど、だんだん近寄ったり離れたりみたいなのを繰り返しております。おかゆいがありますんでね、水の中覗いてるときにふわっとしてこうふわっと起こしたら大変なことになりますんで、そうはならないように覗き込むわけですが、地元の方も結構見に来られてますよ。いろいろ見せていただき戻ってきました。これですね、ホテルなんですが、鍵を自分でお家みたいに開けて入るスタイルです。あの小笠原を見ていて思うのが、まあスーパーに入る前にはマスクしてください、ここにマスクがあります、1人100円ですみたいな、そういうのとかはあるんですけど、もちろんあるんですけど、観光客とかに対してなんかすごいあのものすごく警戒してるみたいな状態ではないようにね、今見ていて感じます。まあ、やっぱり見ていて、その多分 PCR 検査をした人しか基本的には島に来てないからっていうのがあるんじゃないかなと思います。まあだいぶそれで安全性はね、あの高まっているというのは事実だと思いますし、しかし念には念を入れてお客様行動チェックシートというのがあってですね、まあ、万が一のことがあった時に、まあ調査のために、提供するということで、どういうふうに言ったかというのをですね、これをこう書いていくということになるわけなんですが、今日はですね5月の19だったかな、というわけで念には念を入れてどこへ行ったのかを日記感覚でこのように書き溜めていくんだそうです。いや今回はね、たった一泊で、それも夕方について翌日の午前中には出発するわけのわからない超短期間の旅行ですね。普通小笠原旅行ってなんか3泊4日ぐらいは島に滞在するらしいんですけど、ね、とんでもなく短い旅行になってますから、インターネットがあるうちに大学の宿題もやったはいいんですが、その分寝る時間はちょっと短くなっちゃいそう。でもいいです、どうせまた明日船でたっぷり寝て帰ることになりますからね。それではおやすみなさい。また明日も朝からいろいろ見て回らせていただきます。はい、おはようございます。やっぱ日差しが強いな、南方の日差しという感じですね。今ちょうど朝の6時になったところです。船は11時の出航らしいんですけど、エンジンがかかっていて、昨日も夜ぐらいまでかかっていたようだから、多分一晩中かかってたんでしょうね。エンジンをね、入れたり切ったりするの結構大変みたい。置物かなと思ったら結構な速さで鳥がいますが、あまり見ないようなやつだな。違うんでしょうね。はい、きっとこういう波静かな入り江みたいなのあるんですけど、徒歩3分いや2分ぐらいで普通にすぐもう目の前にあったんですが、すごいね、アクセスの良さが違うし、うわーすごい綺麗なお水じゃないですか。こういう南国の海の砂浜がなんで白いかと言いますと、これ全部サンゴの死骸なんですけども、サンゴ砂とか言うんですけどね。サンゴは骨を作る生き物なんで、死んだ後も骨格は残るわけで、まあ、その要は骸骨だらけのその上に立ってるということなんですが、すごいですね、こんなにまさにその形がはっきりわかるような状態でバラバラ落ちてるって、これなんかもうまさに、へえ、最近まで下手すって生きてたんじゃないの？なんかちょっと毛みたいのがもじゃもじゃ生えてますけど。ねえ、なんかここにこう溝みたいなのがあそこまっすぐ伸びてるじゃないですか。人間の足跡とはちょっと違うやつ。なんかこれがウミガメが産卵した跡らしいんですよ。ちょっともしかしたら僕の勘違いかもしれないけど、ちょうど辿っていった先になんかくぼみがあるじゃないですか。そうだと思うんですよね。これ埋めた跡ですよね。明らかになんかここだけ違うから、そうだと思うんですよ。誰が集めたか、ここにはサンゴの骨格がいっぱい落ちてますけど、よーくわかりますよね、もともとこれが生き物だったっていうのは。
意外と遠くまで行ってしまったからな。結構戻ってくるのが大変でしたけど、今改めて見るとなんかまさにインスタ映えみたいなホテルですね。朝ごはんの時間です。ここで焼いているパンを使ったホットサンドということなんですが、中の具にねスパム、あの肉の缶詰が入ってまして、なんか小笠原に来てからスパムを見かけることが非常に多いような気がするので、あれ小笠原なんかスパム食べる文化とかあるんですかと聞きたいですね。なんかこれはあのアメリカの統治下の時にはもうすでに入ってたそうですね。でまあ物資がねなんか船が来ないとかで届かなくても食べられるあの缶詰のものだということで昔から重宝されていたそうです。まあ今はね昔よりも結構船がたくさん来るようになったんじゃないかと思いますが、あとトマトはあの島トマト確かね非常に甘くて美味しいという話ですよ。実際今1個食べたけど非常に甘いですわ。そうですね、昨日泊まっている宿のところでもうすでに予約などもさせていただいたんですけども、はい、朝の7時からですねこういうふうにあのもう迎えに来ていただいてありがとうございます、はい。今日は今日でですねまたガイドツアーに参加させていただいているところです。あのやっぱりね自分一人で車も持ってないであの見て回るっていうのは相当限界があるんで、こういう風な感じで回った方があの皆さんもいいと思いますよ。位置関係としてはこういう感じです。ここはですね泊まっていた大村で、あそこが二見湖、すぐにこう山の上の方道も続いていくわけですが、着いてからいろいろなところのアクセスが極めていいですね。多分非常に定番のところなんだと思うんですが、まだね僕も車じゃないとなかなか上がってくるのが大変ということで連れてきてもらいました。ここはウェザーステーションという場所だそうです。はい、はい、こちらの三日月山展望台ですね、はい、こちらの方に今来てます。はい、高さがもう150メーター以上ありますので、はい、こちら側の面ですね、西側になりますが、そちらが見渡せる、展望台になってますので、ありがとうございます。こちらの方に、昨日船が着いた二見港がこっちの方ですね。今ここからでは見えませんが、立派な透明度、ちょうどここにですね白く見えてるこの白っぽいこの辺のやつが全部あの岩辺についたサンゴだそうです。ただサンゴがここら辺ぐらいしか見えないから結構水深が深いのかなと思ったらですね、実際そうみたいで、時期になるといや割とすぐそこまで、もうなんかここの色が濃くなってるこの辺ぐらいから水深が30メートルとかになるらしいんですよ。でそこら辺にずっとあのクジラがいるということもあるそうです。奥に見えているあのずっと奥の方ですね、見えるかな、あの水平線ぐらいのところにあるあれが母島で、7時半にねまたなんかあの船が向こうからこっちへ来るらしいんですけど、あの母島丸になんか行って、なんか今回弾丸であの母島まで行ってそれで帰ってほとんど何しに来たんだみたいな感じの旅行をされる方もいるそうですよ。今山のかなり上の方まで登ってきてもらったんですが、ああ頑張って崖を登ってますね。泣いてるわ。ヤギがいるんですよ。これはまああの野生のヤギなんですけども、これはあの欧米系の人がもうここの開拓の本当に昔およそ200年ぐらい前から持ち込んで、そしてミルクを取ったりするなど食べ物の役に立たせるために持ってきたものだそうです。逃げるかと思いきやヤギ同士で喧嘩してますね。戦時中にここにいたヤギを全部そのままにしてみんなで疎開をしていったものだから、残ったヤギが野生化して今でもまあいろいろ問題にもなっているそうです。と連れてきてもらったこの場所がですね、ただヤギを見に来るために来ただけじゃなくて展望台にもなっているそうです。こういう断崖絶壁ばかりのところですから、昔の人は島を開拓するのが大変だったということですが、すごい青さですよね。すごいですよ。でこれ湾になってんのかなと思いきやそうではなくね、あそこ切れ目がありまして、あの向かい側は別の島、あちらは兄島だそうです。あの青に誘われてねギリギリのところまでついつい行きたくなるんですけど、大変なことになるかもしれません。だいぶ手前のところにですね柵が設けられています。でもこっからでも十分な美しさだな。こう人がいるとあんま逃げない、逃げないですね、あんまり人がいてもあまり言えない。ヤギがいますねみたいな話したら面白い看板を教えていただいたんですけど、これは要するに動物注意、落石注意っていうのはヤギが石を落としてくるから気をつけろってことですね。しばらく山の奥の方で海の見えないところへ来ましたが、でもね植物園みたいでいいじゃないですか。さらにこういう動物注意の看板もあるそうです。これはオカヤドカリですね。僕はまだ見てはいないんですけど、なんかいるらしいんですよ。あのオカヤドカリってなんかこういうあの普通に地上をこう歩いているヤドカリがいるんですが、
山の上にいるんですけど、そこからね海の下まで降りていくそうで、道路を横断するときに車で踏み潰さないように注意してくださいねという看板だそうです。ありがとうございます。緑のところに来ると緑色に体の色を変えます。あ、なんか膨らむんですね、うん、これあれ威嚇してんの。あ、そうなんです。大きいやつがちっちゃいやつを威嚇してるんですね。あ、じゃあ別に僕らに威嚇してるわけではないんですね。違います、あいつら同士で今威嚇し合って。あ、そうなんですか。でこれがちょっと厄介で、小笠原の固有の昆虫たちをもう根こそぎ今食べ尽くしているところなんです、ね、これはまずいですね。はい、アメリカ軍がこうね、この小笠原を占領して、統治した時代にですね、資材に紛れて入ってきたという。この小笠原は戦前にもそして戦時中にも要塞化されていたと、特にこの父島ですね、そういうふうな話をこの間もしたと思うんですが、すごいですね。これね、案内していただいたんですけど、あの陸海軍の発電所として使っていた建物だそうです。中も見るとね、まあ、この扉のこの鉄の感じとかね、まあ確かになるほど戦時中戦前のやつだなって感じじゃないですか。中もこう普通に入ると大きな建物なんですけど、こうですね。ライトを一緒にやっていただいてありがとうございます。これを見ると2階建ての構造だったのか、上に物が置けるようなそんな場所もあるようです。すいません、これ、はい、全部今ねライトで照らしていただいてありがとうございます。これはなんか多分発電用の機器の残骸ですね。そうですね、あの外資になるかと思います。そうですよね。そうですね。あ、すいません。ありがとうございます。でその発電所とかこっちにもね、まあ、軍の施設の跡が、まあ、今あるんですけども、昔ここら辺はね全部木はなかったらしいんですよ。でそうすると、まあ、バーンとこんな山の上のもう敵の飛行機が飛んできたらすぐ目のつくところにでかい施設があるじゃないですか。でさすがに日本軍もね、それはちょっとなんとかしなきゃいかんということで、こんな門柱を取り付けてですね、なんとあの小学校に偽装するという工作をしたそうです。でそれはあのどの程度うまくいったのか、だから普通にあの空襲とかも受けていたみたいなんですけど、もっとすごいのはですね、あの二宮金次郎の像まで設置しているということなんですが、もともとね下の方にあったあの学校から移設したものらしいんですよ。わざわざ持ってきたんですけど、これ、ね、ええー、とね、首がついてないんですよね。何ですかこれはっていうのあの教えていただいたんですが、戦後まであのちゃんと首はついていたらしいんですけど、米軍の占領統治が終わるときに、どうも米兵さんが記念にこれの首をもう書き切ってですね、で首をなんか持って帰って、その首はもうそれから行方不明だと。今度はですね、山の方へ連れてきて、なんかもう次々いろいろ場面が変わるじゃないですか。こういろいろあるのがね、小笠原の魅力だなと。赤頭カラスバと小笠原ぐらいにしかいない。まあ実は他にも似たようなのがいるということなんですけども、非常にみんながですね、これどこにいるかなと関心の対象となる、鳩の類だそうです。カラスバトっていうかどっちなんだろうなと。これは鳩だそうですね。案内してもらったんですね、こういう物々しい入り口があるところなんですけども、これはね、ここにあのヤギとか猫とかそういう風なものが入ってくると、あのこの中にいる貴重なものが食べられてしまうということで、こういう柵を全長5キロだそうですね。こういう風にこう巡らしてですね、でまあこの中にあの絶対いないとも限らないと思うんですが、あのいるものについては罠を仕掛けるなどしてあの取り除いていこうということをやっているそうです。要するにこの中はそれだけあの厳重によく物が守られているところだということで、で見るとですね、自然保護が最優先される場所、観光客の方が許可を持ったガイドの同行が必要ですということで、あのそういう風なことをしないといけない場所が結構小笠原にはたくさんあるので、あのぜひ皆さんもね、あのガイドの方に案内してもらうということをあの選択肢の一つとして持った上で来られるといいと思います。そしたらですね、あのここにこういう風なあのマットがあるんですけども、プラナリア対策なんですね、これ。はい、プラナリアってのはそんなに普通にいるんですか？普通にいます。そうなんですか、はい、あのなんかこうちぎるとあの無限に増えるやついるじゃないですか。なんかあれがね、あの非常にカタツムリとかを食べてよくないらしいので、まずここにある足拭きでゴリゴリやって、その後じゃあお願いします。はい、この木柵液をかけて、はい、いただくと、はい、これでねプラナリアが死ぬらしいんですけど、はい、実はありがとうございます。あの船に乗る時もですね、なんか下にこうなんかマットみたいにしていて、あれも海水らしいんですけど、同じような効果があるとのことです。これコロコロがあるんですけども、船にコロコロして、これで外来の生き物の種を、植物の種を取っとかないと、結構ね普通にねいるみたいなんですよ、外来の植物。まあやっぱその小笠原にとっての外来種って非常に多いですもんね。そうですね、もともとの種類が少ないですもんね、はい、ということなので、そうするとね普通にこういうふうに種が取れるんですよね。十分気をつけてやんないといけないですよ。これ特徴的なのは別に動物だけではありません。これ上ねとても綺麗だなと、よく見るとこれシダ植物だそうなんですけど、シダ植物っていうのは僕はなんか草だというふうに勉強した記憶があるんですが、どう見てもなんか木みたいなやつなんですよ。これ触ってもいいですか？大丈夫です。いいですか？もう普通に
カチカチのね木みたいな風に見えるんですが、マルハチという名前のシダ植物、これは草だそうです。で切るとね、実際中に年輪がないらしいですね。ここにカタカナのハチみたいなのがまるでぐるっとなっているということで、マルハチという名前らしいんですが、小笠原にしかない固有種ということです。これね、椿の木だそうなんですけど、全然僕の知ってる椿とは形が違うような気がします。ロースウドと小笠原の人たちは呼ぶそうです。バラの花に似たお花がつくのでロースウド。普通の椿となんか随分違う花みたいでしたね。そうですね。ちょっと進んできたところなんですが、この奥にちょうどこう分かれ道があって、こっから先がいよいよなんか本領発揮の面白い場所らしいんですよ。なんですけど残念ながらね、今日はもうあと1時間半ぐらいで船が出ますんで、それなのにこんなジャングルみたいなところにいるのもすごいことだとは思うんですが、今日はねここまでです。と思うかもしれませんけど、今回サルビア丸ね、ちょっとイレギュラーな形で来ていて、僕も小笠原っていうのはどんなとこなのかなと、ちょっと下見がてら来たような感覚ですので、また今度もっとしっかりとですね、撮影したものを皆さんにご覧に入れられると思いますから、その時の分をまた楽しみにしてもらえればと思います。またよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。柵の外に戻ってきましたが、これなんか随分でかい木があるなと思って、ね、見せたんですよ。こんな中も随分覗き込めんのねと思ってたんですが、これもねさっきのね姫椿の木だそうです。姫とか言われるには随分大きな木だなと思うんですが、ここはさっきよりも大きな木が多いじゃないですか。こっちの方が水が豊かで環境がいいので植物も大きく育ちやすいそうです。結構こういう違いが僕みたいな素人でも教われば分かるってのは面白いですよね。もうそろそろね帰るんですけども、最後にもう一箇所戦争の名残を見せていただこうとお願いしてですね、連れて行っていただいてるんですが、今通ってるここはね車道だそうです。今人間が歩いてる道はもうこれぐらい、今は車は通りませんけど、このタコの木とかね、この細い木がなければもうちょっと道幅が広く、この先に大砲の跡みたいなのがあるらしいんですけども、そこまで確かにまあそれなりの大きさの車が通れていただろうなということは結構想像できるかと思います。岡井宿狩りがいましたよ。今ねちょっと入ってるんですけど、ゾロゾロ出てくるところのようですが、時間にも限りがあるから結構大きいですね。行こうとしたらね出てきました。着きました。結構ね断崖絶壁のところなんですけど、気をつけます。はい、わかりました。昔の日本軍が作った道が結構しっかりしてますんで、意外と来るのに苦労はなかったです。昔の日本兵の人が手で掘ったそうです。へえ。あ、こっちはコンクリート作りになったんですね。これも戦前のものですよね。そうです、そうですよね。あ、これですね。大砲、カノン砲の方針の部分ですね。あ、これで、まあ、敵が来たらこれを狙いを定めて撃つわけですね。そうですね。この上に台座の上に大砲が乗っかってたんだと思うんですけども、はい、方位の目盛りもついてます。あ、本当ですね。あ、これでなるほど、角度、はい、へえ。で、太平洋上にアメリカ軍の戦艦がね、こちらを狙って浮いてたんでしょうけど、そちらに向かって撃ってたそうです。まあ、こっちが射撃されることもあるから怖いところですよね。あ、なんか書いて、あ、これは落書きですね。地元高校生のデートスポットとかそういう風にも使われてるというくらい、地元の人がねいい景色だと認めてくるところは素晴らしいですよ。この向こうに夕日が沈むんだそうで、夕方の時なんかも大勢人が来るそうですよ。有名な硫黄島もこの近くで、そこでは激しい地上戦があったんですが、父島ではそういうのはなかったので、終戦まで、ね、日本兵はここで仕事をしてたそうです。で、最後敵に使われるとまずいということで、こういう風に使えないように壊してから帰っていくというのが戦争で引き上げる時の必ずやることだそうですね。こういう穴がいくつかあるんですが、こっちはね大砲のその筒自体はないんですけど、ここにこういう風な台座が残っていて、なるほど、確かにこうやって見るとこれをぐるぐる回して向きを整えて撃ってたんだろうなということはよくわかります。大砲が設置されていたその周りのところだけコンクリートが巻かれているのは、まあ、多分衝撃がねこれボーンと撃った時に相当のものだと思うので、それで衝撃でこっちが崩れないように多分やってるんじゃないかなと思うんですけどね。
ありがとうございます、うん、最後ですね。これはですね、横穴がここにあるんですけど、さっき教えていただいたところでは、まあこのままお隣にも2本ぐらいこれ穴がありますので、あの他の隣のところとつなぐためか分かりませんが、こういうふうにやっているその最中で広げていたらば終戦になったということなんではないかと思われるということです。どうもありがとうございます。はい、朝の7時から始めてまだ2時間半ぐらいしか経ってないですけど、ね、それでこんなにいろいろ見られるというのはすごいところです。綺麗ですね。こちらが、うん、コペペ海岸という、ビーチになります。今ある遊んでるのはね、小さな子供たち、地元の方たちみたいですね、はい、右手の奥が小湊海岸、はいですね、あちらも、ほぼプライベートビーチです。あ、そうですか、はい、穴が開いてますね。帰り道に一番ヤドカリらしい状態でいましたよ。この後ろのやつはね、外来種の貝で、陸生の貝、要するにデンデン虫とかカタツムリの仲間ですね。アフリカマイマイでしたっけ。そうですね、ですね。これを駆除するためにプラナリを昔持ち込んだらしいんですが、そしたらばこれは駆除されずに、もともと小笠原にいた珍しい固有の貝がですねやられてしまった、そういう話もあるそうです。あと魚の はい、大丈夫です。ありがとうございます。今日はですね、風林散歩さんですね、お世話になりました。どうもありがとうございます。はい、ありがとうございました。すいません、またよろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあそろそろ船の出発の時刻、10時半になると出ます。もうほんとギリギリまでだったんですけどね、朝の7時から始めて10時に終わったとは思えない充実ぶりでした。便が少ないからだと思うんですけど、人の集まり方が違います。行きと帰りでとくとくにしなくても、行き帰りで違うやつにしてもよかったんですけどね。皆さんも大勢お集まりですよ。やっぱもうなんか他の伊豆諸島と感じが違うんですよね。緊急事態宣言中でも見送り出迎えの数が違うのは、週に一度の出航でそういう需要がここに一つ集まるからではないでしょうか。僕行きの船の中に時計を忘れちゃいまして、まあ行きも帰りも同じ船ではあるんですけど、事務部の皆さんがもうこのことを周知してくださってたみたいに、ありがたいんですけど非常に申し訳ないので、いや悪いことしたなと思います。よし、それじゃあね、出航の時間、あそこでああいう風に持っている方もおられるじゃないですか。多分ね、向こうとこっちでお互いにお見送りをし合ってるんだと思います。非常にあっという間だったんですけど、そうは思えないような充実ぶりでしたね。いや、面白かったですよ。通常は5日以上の休みを用意しないとなかなか来ることができない、まあその船の関係でここで3泊と行き帰りで24時間ですから、どうしてもそれぐらいかかるので、小笠原旅行というのは自然と長期間のものになりがちなんですが、まれに見るコンパクトな旅行をすることができました。珍しいですね、別れのワルツも鳴ってるわ。これが名物の、いや一旦体験したいと思ってました小笠原の様子ですね。これは小笠原海軍の皆さんかな。旭日旗でお見送りです。日本の海の旗といえばこれ。過ぎ去っていきました。多分ね、島民の方同士の見送りを今日はやってたんだと思うんですよ、多分ね。ではあの辺の裏まで行ったんですね。でこっちが兄島ですよみたいな話をしました。兄島には人が住んだ歴史はないそうですね。一部多分手前のやつは違う島で隠されてるでしょ。で奥の弟島には
昔は40人ぐらい住んでいる方がおられたそうです。まあ、トビオが飛んでますね。トビオ、ほら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 、見えるかな？ほら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 、いるでしょ？ほら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 。ほら、あれ飛んでるじゃないですか。結構ね、なんか船にびっくりしてさっきから飛んでるみたいです。また多分飛ぶと思うんですけどね。結構トビオは普通に見られます。あれ？あれおかしいな。なんか船がね、止まってるんですよ。鳥に追い抜かされて、なんか周りを鳥も困惑してブンブン飛び回ってるぐらいだから。なんか知らないけど、多分速度落としてるんでしょうね。一応出てきたんですけど、全然わからないですね、何なのか。相当いるな。こんなにいっぱいいたんですか。まあ、集団で並走してるらしいですけど。今安全確認をしていて、その最中は減速航行だと言っています。近場からの連絡によりますと、ただいま海域で警報が鳴ったため、安全確認のため船は減速航行しております。あ、なんか機関室で警報が鳴ってるみたいです。もう出航して2時間ぐらい経ちますんで、ずいぶん父島も小さくなってきました。母島はもう見えないんじゃないですかね。減速して航海するとちょっと揺れるみたいですね。別にそんなすごい揺れるわけじゃないけど。反対側、西側のこっちの方には西之島という島がありまして、5年ぐらい前にニュースになりましたね。ボンボン噴火して新しい島ができたというところです。今日の昼食は島のりラーメンです。この乗ってるのは島のりで、普通は板状にするんですが、しないでそのまま振りかけてこういう風に乗っけたりして使う海苔ですね。伊豆諸島の特産だと思うんですけども、まあ、この船本来伊豆諸島に行くものですから、伊豆諸島らしいメニューになっています。小笠原館はメニューにはほとんどありません。今日はどうせ、帰りの船でこんないいベッドがあって寝られるんだから、これで寝なきゃもったいないし寝ようということで考えておりましたんで、あんま寝てません。4時間ぐらいしか多分寝てないんじゃないかな。ちょっと寝ときましょうね。お昼寝ですよ。結局やはりぐっすり寝ましてですね、今6時過ぎです。まあ1時間ぐらい早く起きたんですけどね。それでちょっとねパソコンで仕事とかしてたんですが、もう帰りは全くと言っていいほど揺れませんので、超船に弱い人だったらこれももしかしたら酔っちゃうかもしれないですが、僕だったらもう揺れてないも同然なんで、もうずっとパソコンできます。この時間になると景色はこういう感じになります。もう水平線には太陽以外は特に何も映りません。今日は水平線の方に雲が出ちゃってますから、まあ見られるのはこの辺が限界でしょうか。でも十分な景色でしたよ。食って寝て鳥を見るぐらいしかずっと生活のパターンはないんですけど、これ夕飯また食べに来たんですよ。ハイボールではありません。これはねジンジャーエール、なんか4種類ぐらいソフトドリンクがあって、コーヒーとかもありますよ。これがオムライスです。美味しそうですね。結構なんか上にモコモコのオムレツが乗ってんだな。オムレツライスって感じですね。オムライス結構美味しいですね。謎のわらび餅も注文しました。まあ、謎っちゅうほどじゃないですが、口の中がもうした甘ったるくてしょうがないんでこれ持ってきました。こういう飲料水コーナーがあるんですよ。まあどうなんですかね、これでも船の中に積んでる水全部飲料水とかに使う水一緒なんじゃないかって気はするんですけど。早速ボコボコ言い出しました。やっぱ揺れた時でも大丈夫なように、なんかこういうケースに入るようになってるってのが面白いですね。山本山日本橋って書いて、随分良さそうなやつなんですけど、まあ多分ね普通にこれいいと思うんですよ。これ当てるね。ちょっと怖いけどね、一応若干揺れてますから。お茶はまあまあいい感じに入りました。で今あそこで流れてる、これはね洋画なんですけども、これやっぱり東海汽船の方が流してるみたいなんですよね。最初ね字幕でやってるんですけど、あれこれやっぱ船が揺れてるし、ね、字幕を凝視するっていうのは大変な人がいるから、これ吹き替えて流した方がいいんじゃないかなとか見てたんですけど、多分ね字幕じゃないと逆にこういうところに流すときは、ね、レストランとかでも流れてますんで、それから二等席とかでも多分流れてるから、こういう風なやつで流しておかないと字幕でみんなに見てもらうってことができないからね、多分これがねとても大切なんだろうと思うんですよ。見てくださいこれ、映画がね今終わったんですよ。もうエンディングのクレジットとかも全部流れたんですよ。でこの
DVD を、買った DVD をこう再生する用の画面になったんですが、東海汽船の方は多分この映画をどっかみんなに見てるとかそういうわけではないんでしょうね。あ、もう消灯だからそろそろ映画は流さないかなと、なんか次の映画始まってましたね。あ、なんだやるのかと思って、だったらもうちょっとさっきの見とけばよかったら、あの次の映画をポチポチポチとスイッチを操作してあの次の映画再生するところ見たかったですよね。あと20分で船内は夜間照明になるので、その前に今しかできないことをいろいろやってみようと思います。まずね、外なんですけど、確か今は出られる、そうそうそうなんですよ、なんか0時から4時半の間は出ちゃいけないみたいなのがあるんですけど、別に暗くても出ること自体は問題ないので、すごいな。当然何も見えません。南の海のど真ん中でね、周りに船も大していないみたいです。さっきなんかいたみたいなんですけど、こんなに何も触れ合わない航海ってなかなかないですよ。気温24度ですか。あ、そうですか。ペットルームね、ペットルーム、ペットいないだろうな。ペットいませんね。ああ、これなんかペットがいるときはね、まあ人のペットがいるときにこの中に勝手に入っていいのかちょっとよくわかんないですけど、これ前ここ入っためちゃめちゃ涼しかったんですよ。結構快適なんですよね、ペットルーム。あとはね、まあ今回はもう行きも帰りも一番いい特等に乗ってしまったんですけど、特等、特一等、一等、特二等、二等があるわけでして、かなり下の方まで船室あるんですよ。で、下の船室の人が上級船室に立ち入ることは禁止されてるんですけど、上級船室の人が下の方の船室に行くことは特に禁止はされていないんですよね。だからちょっと下の方どうなってるのか見に行ってみようと思ってね。結構ね、下の方の船室もそれぞれ味があって面白いんですよ。まあやっぱ快適性は上等の方がいいですけど、特に等が人気なんだな。なんかみんな足を投げ出してますもんね。これはコインロッカーですけど、冷蔵コインロッカーだな。あ、最下層は売ってないんですね。この下にもね、2等の和室席とかちょっとあるんですけど、あのほんのわずかに特2等の区画とかもあるんですが、へえ。ただそんなにお客さんがいないからだと思って、行きよりもまた少ないみたいですよ。こっちは1等席か、2等もあるな。あれ、こっちもでもね、2等選出が、ね、締め切られてる。あ、今回もしかして2等売ってないのか。結構新しいサルビア丸は、あの東急がいろんなところにブックしてて、1等なんかこのもう3フロアにまたがってて、2等もこの3フロアにまたがってるんですけど、この一番下のところは全部閉めて、でこの3後半のうちのこの後方のところも全部閉めてるんですよ。だからここがあるかどうかね、多分でもあると思うんですけどね、さすがに。いや、あのね、見たんですけど、一番上の2等もやっぱり封鎖してて売ってないみたいですね。今回は随分デラックス仕様で走ってるんだな。今日はこの4等級でやってるんですね。多分ね、小笠原丸が通常のサルビア丸よりも随分デラックス仕様なので、この2等和室レベルのやつじゃないんですよ。小笠原丸は、まあ、なんかこのクラスからのやっぱり発売になってますから、それに合わせて下の方は売らないでいくってことなんだな。へえ、これ珍しいですよ。これ時刻表がありますけど、小笠原の時刻が出るってのは年に1回だけですよね。こんなに八丈島との間近くないと思いますけどね、便宜的にここにしか出しようがないから出してるんだと思うんですが、ただいまの時刻をもちまして船内は消灯、明朝まで夜間照明とさせていただきます。特等、特一等、一等席をご利用のお客様は船室内のスイッチで消灯をお願いいたします。一応特等も関係ないんですけどね、照明消すことは全然もちろんできます。まあいつでも消せるんですが、それはいろいろ考えたんですが、もう、ね、さっさと寝ることにしました。今11時前くらいなんですけどね、この東海汽船のこの歯ブラシいいですね。最近ね、歯ブラシこういうの
柔らかい歯ブラシをセットしてくれるところがとても増えました。もう僕ずーっととにかくもういろんなところで言い続けてるんですけど、もうホテルの歯ブラシとかもう柔らかいやつに変えてほしいんですよね。硬いやつって全然歯磨きにならないということを僕も3年ぐらい前に知ったんですが、歯の細かいところまでいかないから擦った気分になるだけで歯に汚れがつきっぱなしみたいな状態なんですよ。アメニティで歯ブラシが硬いとね、あ硬いやつかみたいな感じになるんですが、こんな柔らかい磨きやすいやつになってますね。じゃあまた休ませていただくことにします。今回は、ね、浴衣も着ました。せっかく浴衣がありますんでやっぱ着といた方がいいんじゃないですか。おやすみなさい。However, please note, there are many passengers who are still asleep. だいぶ北上してきておりまして、今ですね、伊豆諸島の近海、もしかすると三宅島が見えるかな、三倉島があるかもしれないですね。出港してからまだ24時間は経っていません。こっからあとまだ7時間かかるんですね。7時間半。でも今日はこの天気ですからね、全然見えません。おーおーおー、なんかずいぶん波がちょっと揺れてるみたいですね。なんか海流の関係なのかどうか全然知りませんけど、御蔵島とかその周辺は揺れるような気がします。東京の方はもうこの3日間ずっと天気は悪かったようです。小笠原はそれに対してずいぶん天気はいいようです。今日は5月の21日なんかね、確か今日かなの小笠原海運が今日付けで東海汽船の子会社になるらしいですよ。今はね、グループ会社なんですよ。大して揺れてない割には波しぶきが派手なんですよね。まあ多分その波の向きとかそういうのはいろいろ関係するんでしょう。ちょっと自動販売機コーナーはこういう感じなんですけども、これね確か2つあるんですよ。2つだったと思うんですが、下の階になると多分品揃え一緒なのかな。そうですね。あ、じゃあ3つあるわ。まだ他にも自販機ある。そうそう、このこういうカップラーメンの自販機もあるしね。もう1個下の階におりますと多分違いますよね、下のやつの品揃えは。一番下のところだけね、このタオルとかシャワーセットとか、このも最近始まったのか、これレゴとは書いてないから、レゴみたいなやつか、岩子ブロックスって書いてあるね。とかですね、アルコール除菌シート映るんです。立花丸トランプ、それからテーマソングの CD とか、これなんだこれ、あのチョロキューみたいなやつか、いろいろあるんですよ。こういうの曲作ってる藤井さんのこと書いてありますね。前こういうの貼ってあったかな。なんか髪の毛が伸びられましたね。それ1年も経てば伸びるか。あ、Wi-Fi エリアがここに書いてありました。島のごく周辺と、でも御蔵島は対象外か。それからまあ本土の近くのところではネットが通じると。多分船の中でこの Wi-Fi に接続し、この船 Wi-Fi があるんですよね。でこの Wi-Fi に接続するとつながる、ちゃんとつながるのがこの海域ですよってことなんだと思うんですが、まあ実質的に他のインターネットが通じる海域でもあるんじゃないですか。で今多分船はこの辺を行ってるんで、ギリギリ Wi-Fi エリアには入ってないから通信はできません。しばらく行ってこの大島も多分この辺を行くんで、ここら辺から多分ちょうどようやく通じるということになるのかな。昨日仕事のメールね、一件だけ最後に送ろうと思ったんですけど、ギリギリ間に合わなかったですね。向こうにはもう小笠原から船に寄ってるんですいませんっての言ってあるんですが、逆にジェット船が就航してるところだったらば全部通じるんだな。これは便利ですね。今回はカレーパン、揚げたてカレーパンという名前で売ってましたが、サルビア丸の揚げ物はうまいんで、多分これもね美味しいと思いますよ。
というかサクサクしてる感じでね、まさに揚げたてのカレーパンでしたな。やけどには気をつけましょう。もうちょっと合ってる。おお、なんか今度ねテレビがなんかパソコンの壁紙みたいな画面に変わってるな。多分なんか管理用のパソコンの画面が出てるんですかね。結構面白いなこのテレビ画面は。スマートフォンの通知が鳴ってそれで来てみたんですけど、なんか随分もう帰ってきてるんですよね。早いな。まあこの天気なんで全然見えないんですけど、今ね大島の東側を航行してるみたいで、まあ、天気が良ければ向こうに多分見えるんですよね。少し後ろに行ってるぐらいかな。こんなに早く来ちゃってどうするんだろうな。まあ、どうするってゆっくり行くんですかね。聞いてみようかな。なんか随分波が大きいですね。あ、こんなに大きいの。多分、ね、直線距離で東京まで100キロくらいしかないんですよ。だからそうすると3時間ちょいで着いちゃうんじゃないかと思うんですけど、東京の到着まであとまだ5時間はあるんですよね。とか言ってたらなんか遅くなってきたな。速度はね遅いと思いますよ。あ、ちょっと遅いですねやっぱりね。あと時速であと10キロぐらいは出ますから。あ、鳥が飛んでますわ。海に入ったかな。鳥がいるってことはまあ陸地がそれなりには近いはずですよね。小笠原みたいなところはもうなんかほぼ絶海の孤島レベルなんで、周りに何もないから小笠原離れてダイブするともう拠点にする島もなんかないのか知りませんけど、鳥が全然いなかったんですけど、この辺まで来るとどっから来てんのかな。もう千葉県から来てんのか大島から来てんのか、その辺のやつだと思うんですけど、相当やっぱゆっくりになってきましたんで、これは早くここまでは来てるけどゆっくり時間調整していくパターンだなと。これ気に入ったんですよ。あの受付というかの案内所がありまして、で、ね、案内所の方はやっぱりそうだと教えてくださいました。あの今早く来てるんですけども、これ時間調整して予定通り着く予定です。あ、そうですか。でそれなんでなんですかって聞いたんですよ。まあ、全然あのそれはいいんですけど、あの予定通りの時間に着くっていうのは。でそしたらですね、あの東京湾の完成とか別にそういうことは関係ないらしいんですけど、もう船着き場、要するに最終目的地の竹芝桟橋の準備の関係であまり早く行ってもまだ準備ができていないので、それでまだしばらくは時間を調整するとのことです。こんなにゆっくり行くなんてなかなか経験ないですね。これ僕が前に何かで聞いた話でもしかしたら間違いかもしれないですけど、あのね、確か竹芝桟橋には別に東海汽船の持ち物とかではないので、それ使うにあたって東京都のなんかその所轄のどっかにですね、あの予約みたいなのするらしいですね。で何時から何時までそこを使いますみたいな風な、予約とかが必要で、でそれよりも早く行っても使えないと。多分ねそういうことなんじゃないのかな。決して少しでも長くお客を船内に留めてね、自動販売機とか食堂の売り上げを増やそう、そういう風な魂胆でやっているわけではないということです。おお、もうついにですね、向こうに見えるかな、霞んでますけど房総半島が見えてきましたよ。ここでもうインターネットが通じますから、ツイッターとかでね小笠原どうなってるのかなって調べてみたんですけども、そしたらね、まあ、サラビアマルが来たことによって物資はもう満ち足りて、あ、小笠原の人たちもみんな物がたくさんあって嬉しいなみたいな状態なのかなと思ったらですね、あの物はあのたっぷりいって、それでまあ多くの人の役に立ったことは事実らしいんですけれども、どうもなんかまだまだ足りてないみたいで、牛乳はあの、一昨日ですか、朝小笠原にサルビアマルがついてんで、もう陳列が始まって、それで2時間で売り切れたそうです。で、生鮮食品ももう肉も高いやつはまだなんか残ってるらしいんですけど、もう普通の値段のやつはもうほとんど売り切れてしまって、卵ももうほとんどないとか、まあつまりそれだけ物資が不足してるわけですから、このサルビアマルが来なかったらうんと大変だったわけですよね。これやってよかったでしょうね本当に。小笠原結構エネルギーのある人たちがたくさん住んでるし大変ですよ。久々に船を見ました。あれも多分東京湾に向かってるのかな、どうなんでしょう。この辺りの船の動きが分かる AIS というやつをあの開いてみたらですね、なんか近くに旅客船がいるなと思ったら
橘丸、これ東海汽船の船で、え、何やってんのこんな時間に。ん、今なんかこの船のちょうど向こうの方はあっちへ向かって行ってるって言うんですけど、普通はね真夜中にあっち行くんですよ。でもう朝のこの時間には向こうからこっちへ来る運行しかしないはずなんですけど、なんでこの真っ昼間に向こう行ってんの、なんかあるんですかね。暇だし自販機でジュースでも飲もうと思ったんですけど、ジュースのねラインナップは個人的には微妙なんですよ。僕が好きなのあんまりなくてね。レストランのやつだったらうまいんですよ。で時間見たら今11時19分だったんで、あと10分ちょっと待てばレストランもやるからね。ちょっと高いけど400円だけど、そこでジュース入れてもらった方がいいなと思って。もうねあそこに千葉県がはっきりと見えてきました。あれは島じゃないですよ、普通に多分立山しか南房総しかなんかだと思うんですけど、もう今11時半回ってるんでレストランの案内をそろそろするんじゃないかな。何も言わないですね。案内しなくてもIKEAやってるかもしれないな。11時半からですから。単に僕が勘違いしてて、レストランの営業時間は12時からでしたね。なんかね大きな船が、あーいたいた、そう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 、あの全面展望映像みたいなのがあるんですよ。で前の方にどんな船がいるか、前の方がどうなってるかこう見られるんですけど、あなんか自衛隊の護衛艦がいるじゃないかと常に見に来たのでした。横須賀に向かってるんですね。こっちも超ゆっくりですけど、あっちも随分ゆっくりだな。というか進むつもりはないのかな。だいぶ帰ってきましたね。向こうが栗浜でしょう。どう見てもそうだ、東京湾フェリーがいますから。あんなに水をバシャバシャやりながら行くんですね。大事な航路ですからね。これもそうですけど、今日はねもう海がちょっと荒れ気味だそうでして、ジェット船は朝の便を除いて欠航だそうです。それも大島まで行けたのかな。あんなになるんですね。さあなるか。東京湾だっていつもおとなしいわけじゃないからね。まあおとなしい方だと思いますけど。遅いからよく見えますわ。1って書いてある。ミッド浦賀、多分浦賀水道に入って一番最初のその中央の部位だってことなんだと思うんですけど、浦賀水道ってのはね前にも言ったと思いますが、そこで速度制限があるわけなんですけど、多分今日は速度制限のその速度で行ってもなおも多分速すぎるから、それよりもゆっくり行ってると思いますよ。こんなアナウンスがあるんですね。ずっと乗せ初めて聞きましたけど。また下船口は館内所のございます台を一つ上に上がりました。船内五甲板中央部船の進行方向。最後はカレーうどんですが、カレーうどんはねハンライスがつくんですけど、初めて食べたんですが明らかにハンライスではない、普通の量なんだよな。ずいぶんお買い得ですね。ご飯が余るんじゃないかと思ったんです。大丈夫ですね、唐揚げも注文しましたから。これね、サルペアマルのうどんそば、多分冷凍なんですけど、冷凍のうどんそばって実はうまいんですよ。結構いいですよ。あとはちょうどたまたまナルトの最後のやつだったんだろうな。随分普通の人よりもいっぱいもらえてしまっています。
レストラン結局往復で、57時間の船旅の中で1万円ぐらい使ってしまったみたいです。まあそんなもんか、使いすぎたかなとも思ったんですけど、ずーっと食事船内でしてましたからね。ついに帰ってきましたよ。むしろあれですね、東京湾に入ってからが長かったですね。ほら海の色を見てください。だいぶ汚くなりました。帰ってきたという感じがします。ふるさとの海です。あまり適当なこと言わない方がいいかと思います。向こうに羽田空港とかもあります。あのスターウォーズの飛行機、あれ違うか、あれあれだ、スターボックスじゃないや、あの2020年オリンピックの飛行機ですけど、いや残念なことですよね。2021年のオリンピックもできないんじゃないか、そんな風にまで言われております。おー、いいですね、ボーイング737だな。僕が見てわかるんだから、737とか言われてわかる人はみんなわかるか。あの貨物船はなんか見慣れたこと書いてますね。安全第一って書いてあるから日本の貨物船なんだな。ちょっと少ないですね、積んでるのが。もっと何段にも積めるんじゃないの、そういうもんなのかな。行き帰りが極端に長く3泊4日の旅行になっていたわけですけど、全然そういう風にはもう感じなかったですね。なんか1泊2日のね旅行をしてきたような感じ。帰りなんか本当に29時間もかかったんですが、あそんなに経った、船の中で1泊したということすらあまり印象に残らないぐらいです。長時間の航路に乗るとそうなんですよね、時間経つのはなんか早くなるようにね、体の状態が切り替わるのかな。まあまあ大きい飛行機来ましたね。車輪3個ついてますね、2個か、車輪3個のやつは引退しましたから。あの小笠原に行ってたこの4日間はですね、緊急事態宣言の中だというのに、しかもその出ている東京都内だというのにね、全然なんかコロナということはあまりなんか連想しなかったですね。いやもちろんなんかマスクとか適当にやってたわけじゃなくて、ちゃんとそういうのを気をつけていましたけども、あのやっぱり、ね、これ昨日も言ったかもしれないですけど、 PCR 検査っていうものが相当やってるので、それが効果が大きいのかなというふうなことは思います。でね、それで実際小笠原でどう出てはいないようですしね、また小笠原ではワクチンは結構なんか進んできてるらしいんですよ。なんかちょっとあの話聞いた限りですけども、あのどんどんもうワクチンの接種は進んでいて、医療従事者とか高齢者の打ち終わった分をもう順次あの余ったものはどんどん、他の方にあの打っていくとかね、そういうことになってるみたいな話を聞きました。それはもう本当になんかあの人が喋ってるのをぼそっと聞いて、どこの誰がわからない方もおしゃべりしてたみたいな、そういう感じなんですけど、ワクチンと検査とで今後変わるんですかね。まあワクチンがね出てきたら、そろそろ僕もいろいろ動きが出てくるんじゃないかなということは思うんですけど、緊急事態宣言は延長するんじゃないかって話が出てますよね。全然そういうの分かんないけど、今まで緊急事態宣言延長するかもみたいな話が出たときは毎度欠かさず延長してたような気がするな。これ面白いですね。2個くっつけて一生懸命波をバシャバシャやって進んでるように見えないけど、まあ進んでるんでしょうね多分。全く進んでいるように見えない、不思議だ。はあ、さっきもねちょっと喋ってたんですけど、この小汚い海でいやこんなオリンピックなんかできるんですかねみたいな、ちょっと嫌ですよねこれね。どうなんでしょう、オリンピックそもそもできるのかなって、もうお決まりの話のパターンになりましたけど、その後レストランの人にも、ね、聞いたんですよ。あれこれって終わった後もうこのまま船降りるんですかと聞いたらね、今日は、日曜まで乗りっぱなしですねみたいなこと確かおっしゃってました。ずっとこのまんまこの船は東京に着いた後、今日の夜折り返して、今度は多分大島、豊島、新島、式根島、神津島行くんだと思うんですけど、まあ、大体船乗りさんってずっと乗りっぱなしなんですよね。あれは前僕があの貸切利用させてもらったやつです。お客さんはいないのか、え、いないのに、あ、いるいる、あ、今結婚式やってるんだ。
結婚式の写真かなんかを撮りですね、後ろのところで。まあ、曇りもジューンブライドらしくていいんじゃないですか。でもまだジューンじゃないか。あの人たちも貸し切り利用してるんですね。僕も一人で貸し切りましたけど、あの人たちも二人で貸し切ってるんだから大したもんですよ。すごいな。今回降りる時もまた順番に各階ごとに言われた時にそのタイミングで降りなきゃいけないんで、ちゃんとですね荷物の支度などを急いでやろうと思ってやって戻ってきたらもうちょうど接岸するところでした。これのボーディングブリッジの操作は東京都の人がやるんですかね。多分そうだと思うんですよ。当該汽船とは違う制服を着られている方もこの桟橋にはいますから。こっちでこういうのをやっているうちに向こうではもう貨物の扱いをしているから早いですよね。あれもう降ろしたのかな。あそこで船長さんがお仕事してるわ。ちょうど終わられたみたいですね。ではどうもこの辺で終わりにします。どうもありがとうございました。長い動画をお楽しみいただきましたが、よかったらはまあ何よりです。また小笠原海運の今日から子会社になったという小笠原海運の小笠原丸も乗りに行きたいですね。では失礼します。